ぬいべ信康さん、当時15歳。原爆が投下された時は、動員先の南関音町の工場にいました。家に帰ろうと、一旦は市の中心部に向かいましたが、激しい炎に道を阻まれ、やむなく鉄道線路を伝って帰りました。その途中に見た悲惨な人の姿や助けを求める声を鮮明に覚えています。家に帰ると、学校へ向かった弟は帰宅していませんでした。ぬいべさんら家族は翌7日から探し歩き、8日、本川の川岸で遺体となった弟を見つけました。家族の心に大きく影を落とした弟の被爆死。被爆の生々しい状況を多くの人に知ってほしいと語ります。6日の朝はね、弟が今日は行かん、学校行かん言うて、どうして行かんのない言うて、靴がない言うて、まあボロボロだった靴がね、確かに。ほんだらおふくろがおくじ食ったよね。で死ぬまで言わんかったやて、涙出すが、足も涙が出るが、本当日本の男が、まあ、あの頃はね、日本の国民は国のためにですからね、つかんことダメじゃないね、日本の男子がどうなったかね、とおじくられて、でもつかないといかんやって言ったら、待って、わしの私が配給を受けた靴があるけん、あれ履いてみて、履いたら、おうたんや、履いてけって言って、履いて出てって、で、出るのはわしがついた早い出たかのが、あの記者通だったけんね。はい、あの電車じゃない、汽車通で学校へ行かないですよ、直接購買機よりね、関音本町に行かね、ここは。教育室に行ったか何に行ったかな、ないそういう部屋へ学生は集まれと先生の話があるいうことで、椅子に座って私は窓際におったよね、先生来るの待ちよった。ほいたらなんと大きなピカッと光るじゃない、わしが反対側だったよね、ね、海側のピカッと光って、ほいで何朝から照明弾落とすんかの思うた。そうしたら隣が食堂があったよね、大きなあのぐらい大きな人数が多いけど、それが倒れるじゃない、で自分らがおった部屋を倒れるんじゃ思って、すぐ机にしたい、みんな机にしたい、あの過言だがね、建物がコの字になっとった関係かと知らんけども、私のおった部屋、いや倒れんかったよね、もちろん火災にもならんかった、隣も倒れたけども食堂は火災にならんぞ。ほいでもう先生も来へんわよね、そういう状態で自分の職場へ帰ったわよね。そこへ帰ったら、なんと天井にあるあのスレどういうんか、スレートいうスレートいうんかね、あのコンクリートでできた、あのそれが上天井が全部ない、全部下へ落ちとる、踏み場がないんやね、それは上から全部落ちとるけ、まあここにおったらやら殺されとるの思うんですよ、思いましたよ、それ今日あこが集まれよけん助かったね。ほいでそうしよったら、外ミラー、広島のミラー、雲がものすごい、入道雲まだちょうどまったけみたいなね、広がっとらんけん、まったけみたいなの来なかった、いまだに覚えとるよね。学生は帰ってみえよう言うことで、ほじゃ帰ろうか言うんで、中本中曽ぬいべ中本中曽田本と4人、あの階段の人と坂の人間が2人、階段が2人か4人でずっと歩いて帰るよって、ほいだらあの今の、
観音本町電車道路を越えて広島市内と近いけんね、東高いつも通うの近いけん電車通らんけど歩いてきゃいいよ俺は思うて、何が何が暑いのにおい帰らせんじゃないかいって、また遠くの方から助けてくれって大きな声で今でもわざわざ耳残っとるかね、助けてくれ助けてくれ言うけん、おい助けてくれ夜で行こえなあ、何百度だったんじゃろうな、いかれんとっても、わしら死ぬるわよ、いかれんわよ、こらえてくれ、手を合わせてかれ、こらえてくれ言うて、ほいで歩きよったら奥さんが火事がで火が出た言うけん、まで行ってバケツで火をちょっとじゃがね消したり、まあ着るものはボロボロ、頭の考え焼けてない人も半分ぐらいの人もおるしね、着るものも半分ぐらい焼けてボロボロになってる人もおるし、だから女の人でも一緒全部ね、でまあ身に真っ裸いう人おらんかったが、あもう着とるものみんなもう身につけとるいううちじゃないの、もうどういたらええんかね、もう火こわんボロボロボロが火ついとるだけやね、おじき風吹いたらなびくよね、バー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 ね、それがいやでもどうなろうね、どうこれがはあダメじゃ言うてドロ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 歩いてきた、それ一人二人じゃないんですよ、何百人ね、ドロ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 歩いていったよね、ほいで「おいの大変じゃのう、おなかおのもな大事じゃのう、いそういうことを見て行ってから助けてくれ」いうの聞くじゃろう、でまあどうにもならんけん、ね、まあ手を合わせてからこらえてくれって、ほいで川渡らねえけんけん鉄道残っとるけね、そこを歩いて汽車くまあの言って歩いた覚えがある、歩いて壁の方へ行く道路へ降りた途端また同じようなだら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 同じですよ、それ見ましたよ、もう何百人いう人間がこのボロボロ来たりしてね、で特に思うのは昔の兵隊さんベタ銀言うて将校へね、ベタ銀言うんですかね、将校が嘆願のしてもらうてね、で元気のまだ兵隊さんもね嘆願のしてね、めんこん玉出して痛い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 って、ね、言うて頑張りくさい頑張ってくさい、もう少しずついて平坂峠を越した頃に今黒い雨で言うよでしょ、黒い雨降ったやね、おい油油巻き上がったんだな B25 が言うて、陰隠れようや言うてよその軒を隠れとって落ち着いてまた歩いて、元キリンビアがあったかあこう通って帰ったんだけね、まあああいうことですよ、家作るね、8時間9時間10時間11時間12時間、4時間があまりかかったんじゃないかな、弟帰ってくるよって言って帰ってこもんじゃけん、朝になったらおふくろが何しよるんか弟探しに行けって送ってくられたもんじゃけん、それで今さっきのもんじゃないが肘山の下通って健康行って小遣いさんやね、あれがおってやったけん、先生あの電気の一年生どこ行ったんって聞いたら、わからんわからんよ、でも弱ったの探しに来たんじゃがのって言ったら、確かの県庁の方へ疎開作業に行ったじゃろうもんじゃか言うて、それしか掴むとこがない、誰もおらんのじゃけんね、それからずっと歩いてきて、ここをずっと歩いてきて、まあ牛が死んどるより一人二人死人見た時にはまあ気持ちが悪くてね、人間なれるんじゃね、5人を見よ10人見あ100人ぐらいみたいになれるんじゃね、なんともないんね、今でも分かる気がする、ほいでずっと歩きよったら弁当箱があるけん、あれや弁当箱あるのって見りゃ幸いに一番上にあの包んだるものは全部ないんよ、アルミだけ残ってる弁当箱見りゃ音とんじゃ間違いないのって、中見りゃ昨日の教授が覚えとるわ、弁当食べるものない頃だけね、よく見とるんじゃ、あ絶対ここにおるわい、それでわからないな、何百人いて死んどんじゃけん、あっちこっち全部もう大人も死んどられたけど、大人より学生ほとんど学生だったよね、ほいでどあの元安橋の上へ上がったらこの川へ
この川屋の死人が浮いて、まあその死人の未だに頭の中に残っているが、目を浮かぶが、まあ苦しみようじゃないね、もうくえって、まあその苦しみ方がものすごい苦しみ方で、それで浮いとるね、ポンと背中だけポンと浮いて、潮が満ちた人にこう、あ、これだいぶおったけね、さ、分からやせんかまで上からじーっと見たけどね、シフィートを見て、弟どれかなまで見よったんだけど、2人、3人ぐらい見たかな。ほいで、その時に、やっぱり、わちらみたいに人を探しに来とった人が、2人か3人、ここの辺通っちゃったね。もうこれ来てるなら絶対死んどる思うだけね、もう生きとったら思わんねん。ほいでおふくろは生きとるかわからん言うて、二の島に逃げとるいう人もおるらしいの聞いとるけんね、二の島まで行く言うて収容所あちこち歩いて、おふくろ探しに行ったけども、まあ結局場に帰っても見つからんかった言うて、ほいであれ弁当箱あった言うたら、ほいじゃ明日行ってみようということで、あこの日に自転車でね、三輪横についとる分ねの三輪車で、ちょうどその前2日ね、前の日か2日じゃない、あこり日に親父が遅くに帰ってきたんじゃろう思うね。で一緒にこう言うて、ほいで自転車をこいで、もう死人の風景だけよね、何にもないんですけどね、全部焼けて木も何にもなかったもん、死人だけですよに残ってるの。弟を涙が出たやろまあわしの子じゃよき、兵隊さんがもうすぐ飛び出て取るけん待ってくれ言うて、親父と上へ持って上がる時にこうなっとった、巻なんか残っとるでって巻き眼が見えて、縫い目数がかあったけんね、わしはそれを見た時でも弟では思わんかったよね、正直に。未だにこれで確認しただけで、死人を見てからもう男も女もわからんのですけんね、みんな几帳面にこうやって死んどったの、全部並んでね、きれいに並んで、石段へ全部きれいに並んで、全部こうやっていっぱいいっぱい、それもね、それで着とるもの靴も全部焼けとる。私が物の水を求めて川へ出て、川へ入って、一番最初に入った人間が、まあ火傷したの手突っ込んでみてくださいわかるけん、まあ体全身が何百度で火傷したのが水の中入ったら、ああ痛いもんじゃないと思うんですよ。俺その苦しむのを見たものが次の人は入れんわいね、入れんけん、いや入りたい、うまい、うわくりくり入れん、次から次来るけんね、どん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 詰まって、結局そこで気を失って死んでったんだろうと私は思う。ほいで連れて帰ろう思うたんやね。ほいたら何が、兵隊さんがね焼きよったんやね、人間をあっちからこっちから集めちゃうね、 この向こうので焼きよっちゃったんや。連れて帰っても葬式をする言うても、今のような状態じゃ町内会ができ、葬式ができるような状態じゃないけん、でけ焼いてもらおう言うて、そこで焼いてもらって骨にしても帰ったんですよ。台所の何言うかね、茶碗やら色を入れる棚へ写真を、今のあるもある写真を置いて、まあ、朝昼晩をそれにしよったな、手を合わしよったよ、言えんかったんじゃろう思う。おふくろはあれの数に稽古で休ましとけ、生きとったんだろうにのいて言うたの、おふくろが殺ってわしは いやせん言うてから泣きよったよ、苦しかったんだろう思う、うん、自分で稽古で休ましときゃ、ね、人間でも生きとんじゃないかね。